今日はおろしスタイルですね。ちょっと網が入ってます。すっぴんですか？ほぼすっぴん。レオさん100回目の訪問ありがとうございます。しんのすけさん300回目の訪問ありがとうございます。パピコさん100回目の訪問ありがとうございます。いおりに来いって言ったら、気が向いたらねって言われました。いおりも配信来てねって言ったのに、だから来ないと絶好だからねって言いました。誰か来ないかな。ブリハマチさん、マサさん好き、ありがとうございます。今日の髪の感じですけど、今日はねそんながっつり結んでないです。おろしで巻きって感じ。ちなみに私のレッスン着スタイルはヒートテックですT シャツにヒートテック、これ私のスタイル。いけたらいけて、そうそうそう、眉毛がないとりあえず。はんちゃんにはね、今日ちょっとさすがに朝早すぎてお菓子を作る時間もなかったので、今日はさっきお菓子をあげました。普通に作ってないけど、で後でお味噌汁を飲む。誰も見たことのないあの場所へ行けるんだ、君はもっとできる。顔薄い。そう薄いな。今から私は眉毛を刈っていくから。今できるのは立ち向かうことだ、その力があるだろう。誰の気配はそこまで聞いてる、青さが変わった、そんな気がする。まだ噛んで噛んがないと寒い、出ない君に会え、残りの日々このまま何事もなく、クラスメイトだったらいつの日か君はもっとできる。劇場披露のセンター期待してますね。そんなものは期待しないでください。渋谷ツタヤの HKT イベント、あ今日なの。クラクションの生歌プリーズ。クラクション運が高いの、ね、迷惑と分かってはいるけど許してくれ、どうしても俺だって気づかせたい。真夜中過ぎにお前の家。家 A か。タカさんミラボールありがとうございます。のどかさんしおちゃん好き、ありがとうございます。配信を響かせやってきた、ああ本気の I love you。 月明かりいつもの景色、あなたは何度も懲りないのね。車が遠ざかってく、いつかは私を連れ去ってほしい。なんかいきなり女性目線になるよねここだけ。でもそこが好きなんですけど、私はその女性目線のこの歌っていうのが好きなんだけど、そこの部分に関しては。周りにメンバーいますか？いません。静寂すぎるでしょ、行ったとしたら。オッケー、いい感じ、眉毛。ちょっと濃いかな。旅行園入る、オッケー。左足捻挫してるのに、大丈夫そう？気をつけてね。お見送り、気をつけてね。
静かにしやがれと、ああ本気で怒鳴られた。眉毛だけで変わる。まあそうだね、確かに。月明かりいつもの景色、あなたは何度も懲りないのね。マジここの歌わり好き、本当に好き。20ここで投げた。 OK。 なんて曲や。これクラクションで I love you です。さっき歌ってって言われたから。君は、君はもっとできる。マジ最近君はもっとできる聞くと泣くんだよね。やばいよね情緒。ドライブしながら稲ちゃんの歌聞く。私ね、いとこ車運転できるんですけど、同い年のいとこが。いとこと車乗ってる時はマジ結構昔の曲を流しながら歌いながら二人で熱唱しながら旅してる。松田聖子さんとか二人で歌いながらとか、あの広瀬香美さんとか。私最近さ、ちっちゃい時にさ、パパの車の中で聴いてた曲をね、なんだっけ、どっかのご飯屋さんで聞いて、なんだっけ、あれよ。今まで見たことない泣き顔を見て、僕は君の手を握ってた。この手を離せばもう会えないよ、君と笑顔で別れたい、みたいな曲知ってる？これめっちゃパパの車で昔流れてたなっていうのめっちゃ思い出した。そう、なんかお店ご飯食べたらそこのお店で流れてたんですよ。女性ボーカルじゃない、男性だったと思う。男性だぞ多分。知ってる？私がなんかね調べた感じ6歳とかぐらいの時の曲っぽくて。来た。ほら来た。来たよ。しないの？よちゃんしようかな。こっちの方がいいんじゃない？じゃんこっちじゃないとあれじゃない？壁的にさ後ろ。あ、ゴミ袋あるよ。ゴミ袋来ました。ほらよ、コント絶好って言ったら来ました。いくらなんでも脅しすぎるやろ。さすがに来ざるを得ない状況みたいな。 あれ使えないよ、そこの三脚。勝手に。あ、確かに。いけそうじゃね？え、なんかもう一個ある。本当？うん、それうちにあるのとほぼ一緒かも。ちょっとそんなんあったよ、うちにも。いました、よりちゃん。血色ゼロだけど。でもここさあれじゃない、うん、意外とメイクしやすいよねここは、うん、会議室とかがさ横の部屋とかちょっと行けたら行くで来る人。そう、行けたら行くで来てくれた人です。だって脅されたリナに脅されたから。よちゃんも配信始めるんだって。あ、ティッシュさ2枚くらいもらう。2枚くらいちょっとこれ、いけ、取れ、ごめん。取れ、1胸、ね、ちょっと何枚かな、必要だからね、メス。ありがとう。いいよ。ゆりがいると聞いて、いや、ゆりちゃんも配信始めるよ。夜もするよ、私は。あ、ほんと？うん、ちょっと夜できなそうだから今やっとくぜ。うん、大事。ツイートに失敗しました。同じ内容どういうこと？あ、多分それ大丈夫、できてるやつ。できてる。だいたいそういう時ってできてない？分からんな、できたかできてないか。髪の毛染めてるりなちゃん、染めてる、あ、染めてないりなちゃん、染めてるよりちゃん、あんま変わりんか。え、でも意外と変わるんじゃない？なんか変わらん、あんまり。あ、でもいや、変わるっちゃ変わるかもな。もっとね、劇場とかで光が当たると分かると思う。私は金髪とかしないの？金髪はな、髪死ぬぞ。金髪とかしないの？いいやん、ブリーチで。髪おしまいやで、多分。そんな傷んでる今？いや、傷んではあんま。でもね、私さ、うん、この他にもさ、宿毛矯正してるからさ。あー、はいはいはい。何これ、何これ、使い方が分かる。あー、そういうこと、え、すごい、これうちのと一緒やん。すごい、何これ、どこで買った？いや、
ファンの人がくれた、うん、三脚皆さん、よりちゃんが三脚待ってるんだって。どこで買ったか教えて。みんなに三脚くれた人、よりちゃんを知って、うん、どこで買ったか教えて教えて。あれでもどう、これこれさ、角度変えらんないタイプ。私の恋は角度はね、これで変えろってこと。違う、それじゃない、それじゃない、最初こうしたいんでしょ。そう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 、それなら、一旦これを、ちょっと待って一旦こうしてから、うん、でさっきのさ、縦にやる方があって、そう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 、それでやったら、すごい、ありがとう。すげ、今日の髪の毛何、ちょい編み、これなんていう、ちょい編み、うん、ちょい編みだね。あ、でもそれにしても結構急な角度がつく。ここのさ、ボコボコあるじゃん、ね、だからそれを逆らうためにグッっ逆らうときはグッてやるし、逆らわなきゃいけない、ごめんね。かもしくはさ、ちょっと上げたら、これをその角度で、あ、確かに、まあいいか、なんかわかんない、三脚って難しい。ちょっとりなち映っていい？いいよ、うん、始めますって言ってももう言ったけど、言ったのにこいつは始めないじゃん。ちょっと悪あがきでリップでもつけて。お腹すいたから私はお味噌汁を後で飲む、持ってきたぜ。よし、できた。なんかアゴスタはそんなことしたらみんなそうなるよ。ゆりだよ、こんにちは。こんにちは、こんにちは、こんにちは、皆さんこんにちは、 HKT48 です。これ始まったながらメイクしながら、オーバーチェアを聴いていただきました。オーバーチェア一曲目短いな。アンコール盛り上がっていきましょう。しかも誰も出てこないけど、いいステージ上にオーバーチェアだと。ダーンダーンダーン、メイクしろなわけない、無理、これじゃ出れん、さすがに。ちょっとちょっとりなちゃん、これじゃ出れない。ありがとうございます。これ初参戦、あら、あ、そっか、ハンちゃん、ハンちゃんもしかん、うい、うい、いいね、生誕祭初参戦、うい、うい、あ、ちょっとやだ、なんかリップ塗ってる顔ってあんま好きじゃない。チーム警報、そうです、意外とペアの多い公演ね。センターレイン、りょうさん好き、ありがとうございます。え、なんかりなちが配信するって言ったから、して配信するから来てって言われたから、来たら配信しなよってなって配信してる。そうです、私がいおりちゃん配信、りな配信するから来ないと絶好だよって言ったら来た。そう、脅された半分ぐらい脅されてきた。そう、脅しました。喜びなさい、私のおかげでみんなお昼も夜の配信が見れるのよ喜びなさい、私に還元しなさい握手でよりのファン全員、大丈夫だよ、大丈夫だよ、私でいいよじゃあみんなよりちゃんの握手でよりに感謝の気持ちを伝えとって、うん、それを私がりなちに伝える。そう、今日どうしよう、オレンジかピンク、どっちがいいと思う。オレンジって言っても言うてこれやけどさ、こっちかこっちか、ピンク、分からんけど、じゃあ、ゆいがピンクって言ったからピンク、服的に、じゃあピンクで、なんとなく。パパさん、クッキー投稿し、ありがとうございます。こんにちは。焼肉行こうより、食べ放題行きたい。焼肉行きたい。それなんかその、めっちゃ高い肉もいいけど、そうじゃなくて、なんか今チープなのいっぱい食べたい、うん、牛角とかで全然そう、全然全然牛角でいい。牛角の食べ放題、じゃあ行こうか。行こうよ。焼肉食べたね。ユニットなんかユニットしたいな。ねえ。でもここで二人ってないもんね。ないね。三人だね。クリアちゃんのとこから移動してきた。ヤッホー。おざいな。ヤッホーヤッホー。ゆうせさん、かわいい、ありがとうございます。お乳の上履き買ってきたのよ。あなたの靴が汚れて。ドマさん、マシュマロとクッキーありがとうございます。あれば赤ちゃんマン逆だわ。赤ちゃんマンつけてんの。うん、赤ちゃんじゃん。そんなことないよ。赤ちゃんだキョさん、クッキーありがとうございます。久しぶりにメイクしながら配信するかも。パパさん、雨ありがとうございます。雨雨
熊本のまり。あみ。里口さん200回目のありがとうございます。メイクがやばい。半目の顔が映る。アイシャドウするとさ、このなんかもうすごいオブジェクト。メイク配信の時あれで口開くよ。これ。わかる。声する時めっちゃ口開く。口開く。口開く。いや見ないで。目も半目だし、メイク中ってあんま可愛くないよね本当に。でも大丈夫、元が可愛いから大丈夫大丈夫。大天才いた。頑張ろう。大ポジティブさんいた。でなんかここすごい明かりいい ね。楽屋より綺麗。楽屋は別に汚いわけじゃないですけども、うん。楽屋より光が綺麗だけど。後ろ白やけんかな。余計かな。そういうこと。いい感じや。久しぶりにメイクしとこう。確かに。リハってメイクせんな。する人はするんですけど。そんなする気力がない。さすがにね。寝たいそれより。よきく。あり余るこの愛をスピードに変えて、このまま世界の果てまで走り抜けよ、情熱ハイウェイ。クキオさん、マシュマロありがとうございます。雨は多分 今は降ってないんじゃない、もうちょっと後から降る予想。傘持ってきてない。私持ってきてないよ。どうせね、傘なくても生きていけるんだから福岡はね。なちゃんはコール再開経験したけど、ゆりちゃん初ですね。ね、そう初なの。驚かないでください、見てくださいよ。赤ちゃんだと思われてる。別にゆりちゃんもコールはあんのよ経験は、うん、赤ちゃんだと思われてる、あんた。しかも そんなさ、ビビるほどの声量はないやろ。うん、エアリーなんか爆弾みたいな声量はないやろ、みんな大丈夫よ。わかんない、もしかしたらめっちゃ声出すかもしれない、よりのため。声潰れちゃうよ。ね、そうだね、より野球見てる。うん、ちょっと見てる。ね、昨日初めて野球を見たよ、配信で、うんうんうん、配信始めたぐらいがなんか2回か3回、うん、さ3点取った時があって、うん あ, うん、あの時の回に見始めたんよ、うんうん。で別にみんな見るつもりなかったけど、みんながなんか見るっていうから、じゃあ配信で見てみるかと思って見たんやけど、うん、めっちゃおもろいね。ルール分かってくると面白い。仕事、うんうん、なんで落ちる。いってら。いや、なんか推し選手を見つけた。誰？山川さん。どこのチームの方？オリックス。うーん、なんかね、すごい目がねキュルキュルなの。キュルキュルなの。まつげが長いの。うわ、すごい。そうだから推しができた。いやん。でも見に行くの怖い。なんで？あー、やばい。なんで見に行ったら痛い。大丈夫か。いや、ボール飛んできたら怖くね。死ねやん。なかなか飛んでこない。飛んでくる方がまれて。死ねやん。家って野球わかるん？ルール。ちょっとだけ。うん、家族が見るから。西武ライオンズでした。オリックスじゃなかったです。うん、すみません。西武オリックスだと思ってたな。まだまだ。あ、やばい、歯がない。思ったより歯がなかったよ。見てごらん。あ、ごつい体格の人ねって。そう、かわいいですよ。パパさん、クマありがとうございます。でも意外と面白くて。面白かった。え、いいじゃん、じゃあ見に行こうよ。いや、怖いって。なんで。そう、飛んでくる方が貴重って。どうする、こうポーンとかなって。じゃあさ、なかなか飛んでこんような場所に座ればいいって。ね、でもあれやりたい。あのさ、アニメとかでさ、こう、うん、なんかさ、めっちゃ速い球をさ、素手で取ってさ、ヒュッ、寝技に分かる。見たこと分かる。分かるけど、それできるんなら多分当たらんけん大丈夫。あれしたくない。でもあれかっこよくない。なんかさ、それできるようになったらボール飛んできてもしないよ。自分でキャッチすればいいよ。パト。あれしたい。あれしたいのにな。あれかっこよくない。え、来年ホークスに来るかもよ。だって、あ、そう言ってたファンの人。昨日めっちゃファンの人に解説してもらったから、うん、え、今どういうこと？うん、確かに私も解説してほしいな。やっとタッチアウトと、うん、そのベースアウト、うんうん、あれの違いが分かった。なんでそれをするのか分かんなかったね、今まで。なんかなんでそれはタッチするのとか、うんうんうん、なんでそのベース踏むだけで OK なのって分かんなかったけど、うん、分かったよ。ね、私も説明してほしい。だから無音で今度配信しながらみんな OK 教えてくれるから教えてほしい。モンパパずっと好きだよ、ありがとうございます。横に推し面がいる中、よくそれを投げれたな。おや、やばいぞ、ゆりちゃんがお怒りだよ。怒ってるよ。家族が見るときに一緒に見る程度だからさ。あ、いや、意外と面白い。
もろい。あんまそうだからね、あんま詳しくね説明、ルール説明受けたことがないの。あー普通になんか投げる、うん、打つ取るなんかあんま家族って説明しないじゃん。あ、まあね、一緒に見ててもウォーって言うじゃん。わーって盛り上がった。今もここに黒い線描こうと思った、次見るときは配信で。あれなんで描くかりの分かった昨日。あれ日よけらしいよ。なんかサングラスの役割してくるんだって。ここに光吸収してくるから眩しさを減らすんだって。じゃあ何一緒に描いてみよう今度配信。ここに黒いの描いて一緒に。あれ何で描いてるの。え、わかんない。なんだろうね、墨汁ではなさそう。うん、そしたらもうドロドロよ汗で。マッキーとかな。うん、終わりよ、取れへんよ。なんだろうね、あれ野球選手洗顔大変よ毎日。確かにそうだよね。パパさん好き、ありがとうございます。そう、WBC の話をしてました。夜ってスポーツできるの。スポーツできんよ、うん、走ることしかできんよ。できるイメージない。うん、ご名答です。できるイメージがなんか、うん、これっていうのない。ないない。スポーツできて卓球とか。そう、うん、卓球できんよ。あんなちっちゃいラケットにあんなちっちゃい球が当たるわけないよ。スカスカって。逆にみんなバタミントンやったけんさ、力加減わかるんですよ。ポンポン一回さ、ランガーでさ、せんかったやった。さやまるさんとさみゅんちゃん、そう4人で。あれさやまるさんじゃないか、サナかな。サナだ。サナじゃない。サナだ、4人でみゅんちゃんでしょ、うん、やったけど、サナがだってできる人やん。そう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 。でなんかりなちもパトミントンしたったけんできるんよ。で確か当てるのはできるんや、うん、力加減がバカなわけないよ。もうパチカーンってやって、うん、私全部りなちに打ってもらってた気がする。なんもできんけん。ああっって、うん、スカスカ。クマ取りシートみたいなやつもあれって。私もそれ貼ろうかな。いけちゃんさん300回目のもありがとうございます。こんにちは、しんとん。こんにちは。同期で詳しいメンバー、アイリじゃね。うん、アイリじゃない。だってなんかあの人はポテチみたいなの食べてたやん。あ、食べてた、集めてたね。プロ野球チップスみたいな。うんうん。なんでもさ、多分甲斐選手とか会ったことあるんだよね。高校の時のなんか部活のイベントかなんかで結構会ったことあるのよ。あの今宮選手とか結構なんか意外といろいろ会ってる。一緒に踊った。すごい余計やん。急に余計やん。チアで一緒に踊った。踊ってくれた。踊ってくれるんや、野球選手って。見て、痛いのこれ。痛い。何が当たったの。待って、あ、違う、これ違う。何が当たったの。分かんない、気づいたらなんか手が黄緑。いや、青たんよ。キショイシュレックになってる。なんかこっからどうしよう、広がってったら。少しずつ緑に体が変化して。になっても仲良くしてね。ちょっと考える。なんでね。いいだろ、仲良くしろよ。ほら、キュウリ色だねって。だからよりに染まってんだよ。うん、それはそれでどうかと思うよ。噛んだ、もしかして。このゾンビ的なやつ。ヌートバー、あ、ヌートバーさん、気の利いた。気の利いた。お母さん出てた。お母さんがそうやって感じてたよね。お母さんその後のインタビューにも出てた。お母さんがだいぶノリノリだって。でもいいね、なんかああいう振られた時にさ、ウォーってやってくれるお母さん、うん、多分うちのもは絶対無理やもん、うん、ママ抜かれてたもん。なんか何回か抜かれるさ、うん、こうあのなんか可愛らしいさ応援ガールみたいな子たちがいてさ、うんうん、あ、この子たち可愛いなって思って、みんなもあれ映りて。ノリなよ。でもりなは山川先生、クリーン山川やから。でも結婚してるんだって。ああ、結婚したんだらしい。だからみんな安心してた、ファンの人も。いやでもリナはダメよ、食事管理してあげたくない。リナ自分の好きなもん食いたいもん。大変よね。うん、だからすごいなって思う、そういうそのスポーツ選手の奥さんってすごいの。うん、だからさ、涙袋作るやつ、キャンメイクのやつ買ったけどさ、全然使わへんかった、リナには。合わんかった。うん、なんかダメ。なんかさ、そういうコンシーラーみたいなさつけるとさ、うん、なんか失敗するよね。え、なんかさ、うまくいくときとうまくいかんときがあるよね。うまくいくときあるよね。ないよ、うまくいくとき。なんか写真で見るとあれ変じゃないみたいな。あ、いいよ、ちょっと指で撮っていい。うん、デキショナラメって綺麗じゃない、めっちゃ。うん、めっちゃ綺麗。最後にメイク配信したのいつだろう。メイク道具変わってるかな。
でも言うておはようございます。副配信しても言うてだって別に女の子は重要あるかもしれんけど、まあそうね、おじさま方何のそんなにピンク塗らないでしょまぶたに。ケイトさん、クマさん、ありがとうございます。ありがとう。どんちゃん、チリップありがとうございます。旦那が7億稼いだ、いやダメ、リナ、リナちゃんと毎日リナのことを愛してくれる人じゃないと無理だわ。ずっと一緒にいてくれる人じゃないと無理。練習とか行かせん。いや終わるけどいいその選手戦で終わるよ。なんで練習なんて行く。選手戦終わるけど。リナの方が好きでしょ。リナの方が大事だよね。あ終わった。そうだ。ねえさハサミ持ってたりするちっちゃい。なんで？切りたい。終わったちぎってあげようか。そうだよ、お母さんが取って直してないよ絶対あの人。ないのあの辺。あの辺ないかな。最悪だよ。使ったら直してよ。まあママダメだぞ。うん、おこおこ。こんにちは、バウチさん、ハート100個ありがとうございます。じゃあ、じゃあ私のまつげのビフォーアフターをご覧ください。何もしないでね。なんということでしょう。まだ何もしないよ。練習についていくしか、確かに練習についていけばいいんだ。ハチミツレモンとか作る。あなた頑張れ。そんな奥さん毎日行ったらやだな。ナイスやりにくい。やりにくいな。やりにきあなた走って。やだやだやだ、頑張れ。嫌いになっちゃう、そんな奥さん。ほらお前走れ。多分いつからか、ね、あらぼさっとしとんねん、走れ。いつからか来なくていいよって言っちゃう絶対旦那さん。やだやだ、めっちゃガチ切れしだすか、うん、めっちゃ可愛い声で応援する。調子機嫌によるかもりなの。ヒロさん100回目の方もありがとうございます。ラブラブな奥さんに手振ってくれそうな、キャーって。それさ周りのファンも複雑よね。確かに、あんなやつってなるよ多分。やりにくいな。旦那にはめっちゃさ頑張れ走れとかやってるくせにさ、他の選手にさ、お前何落としとんねん。やだやだ、気がたるんでるんじゃねえかお前。怖いよ、ほら走れ。いつからか出禁になっちゃうよ。何三振しとんねん。そんで前はお前打たれるなっつって。どっちにも、ほらまつげ片方だけあげた。そんな毎日来てたら打てなくなりそう。あ、1093日ありがとうございます。いつもこうやってやってる。おめめとありがとうございます。トレーナーになれば、え、やだ、みんな自分が肩こるもん。上げてるのと上げてないの、こんな感じ。なんということでしょう。ダダダーン、ダダダダーン、ダダダダーン。最近やってるビフォーアフターって。やってないと思う。やってないの多分。悲しい、あれ好きだったな。あれ見てリナも巧みになろうと思った。鉄腕ダッシュの後にあるんだよね。そうそう、マジであれ見てリナ巧みになろうと思ったけど、物理の点数1点しか取れなくてやめたよね高校。物理わからな、なんかさ、分からんよね、物理の点数はさ現実的に考えてってすごい言うの、うん、だからその現実的がわかんないんだよみたいな。リナの上から球上に投げんわ。歩くないよ、なんか等速直線とかラッカー運動とか、なんかビルの上からこうボールをポンって1個投げて、その最高点に到達するのは何秒後でしょうとかさ、一番下まで落ちた時のその速度は何、知るかな、もう、うん、落ちるもん落ちるんじゃん。そんなんてか計算してどうなるんって感じじゃない、うん、なんか摩擦力とかなんかいろいろあったじゃん、うん、分からんと思って。あれ、あのあれほどいらないものないと思うんだよね、その上から落とす作業。ケイトさん、クマさん、ありがとうございます。クマさん、クマさん、クマさん。あれ、メイクしてるとさ、喋らなくなっちゃう。え、みんな歌ってるよ。陽気やから。無言になっちゃう。ちょっとずれてる。ちょっと画面がずれとる。みんなは将来、よりちゃんと隣の家に住みます。マジ？うん。毎日ランチに行くの、よりと。出費やば。アフタヌーンティーとか毎日行きます、ゆいと。旦那さんおったら金塚洗いって言われる。旦那の金で行くんだよ、その何言ってんだ。旦那の金で毎日ランチに行くんだよ、うちは。お金持ち捕まえようね。
同居だよね。同居したらだって2世帯じゃなくて2家族一緒に住むことになるやん、うん、気まずい。休憩時間だったら、ほんと KSK さん300回目のおめでとうございます。みおりちゃんと一緒に住みませんけど一緒に過ごすの、老後も。老後はね、大事よね。老後大事よ。今老後を大事にできるほどのお金を貯めとかないといけないっていうのが大事ですね。どうなんやろうね、健康に過ごしたらそんなかかんないんじゃない、うん、病気とかになっちゃうとどうしてもやっぱ医療費とかかかっちゃうから、うんうんうん、てかマジで本当にさ、うん、国保だっけ国保に悩まされてるんだったっけね、今自分にかかる税金はもちろん自分で払ってるんですけど、年齢も年齢ですから、国保が高すぎて死にかけてます。本当にやばい。ふう、疲れちゃうな。メイクって集中するから疲れちゃう。うん、昼ごはん何にしようか毎日決めてほしい。親子丼、カツ丼、残ったのはせーの牛丼。何やねん個人事業主はつらい。そうなんです、私は個人事業主なんで。薬指だけネイルなの、え、どういうこと。全部あるよネイルさすがに全部あるよ。新しい世界、薬指不要なしだと。そうなんです、お仕事の関係上不要がねないんです。可愛くね、レンチガーリー、ガーリーよちゃんのも今度するんです、ね、してほしい。じゃあこのブツブツいっぱい書いてやろう。あ、それはちょっと怖いなその適量でいいかな。何さんだろう、千年狐さん、1008回目の方もありがとうございます。唇がさ最近マジで荒れまくってさ、ガッサガサなんで、うん、やばくない。縦じわどころじゃないよ、もう斜めじわとか言う。一回おにぎり食べていいよ、栄養補給する。今日12時半かいいの。今日12時半、まあ12時までには絶対戻ろう。うん、歯磨きして着替えて前髪分けてんのこれ本当。でもバツンしちゃうかなと、うん、前髪もしなくパチコーンって止めとるね、うん、モアリップ塗る。うわ、モアリップ流行った一時期、学生の中でめっちゃ流行ったくない、うん、ね、うん、みんな使ってた、うん、今なんだろうみんな使うとしたら。でも今なんか各自いろいろ使ってる、うん、やべえ、ずっとこれ使ってた。あ、電池は、うん、電池がそれな、すぐ電池なくなる。ケイトさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。ホットビューやっていいけどすぐ電池なくなる、ね、特にこれめっちゃすぐなくなる。おにぎりは高菜おにぎり、じゃこ高菜おにぎり、ザコじゃこあんま悪口すぎるやろスタバの新作飲みますか。絶対飲むよ、飲み濃いより。何の薬。あのさ、コーヒーフロートみたいなやつか、うん、ミルクコーヒーみたいな。なんかロゴが可愛かったな、見た。でもなんか炭酸ではないけど炭酸風な感じ。コーラ？うん、になるらしい。でもみんなコーラ飲めなくなっちゃったから。うん、じゃあもう一個の方だね。そう、もう一個の方だね。もうなんかさ、スタバを最近毎日飲みたくてさ、うん、もうなんかさ、よくさ、こうスタバのさチケットをさ、フォロ率でさ、うん、無料配布してる人たちとかいるじゃん、抽選で。よくあのプレゼントキャンペーンみたいな、うんうんうん、まあ、あなたたちの投稿全部リツイートしようかと思うぐらいスタバ飲みたい毎日飲みたすぎるやろ。そう、あれもう全部リツイートしてさ、なんかいっぱい当てたいよね。でもさすがにさ、栗山里奈さんがリツイートしましたでさ、それ出てきたらバリおもろいやん、すぐにやめてる。まつげは今からまつげ下地を塗ります。私も今から塗ります。エテュセです、エテュセです。黒、
黒なんかこれのさベージュ迷ってんだよね。普通のマスカラが茶色やからさ、あ、ね、黒いとかき消されるんだよね。でもなんかベージュはベージュでさ、もし失敗するとさまつげなくなったら嫌だなみたいな、肌とこうさ後ろの肌とベージュかブラウンじゃないんだ。ブラウンだったらいいけど、ブラウンないんかな。なかった。へえ。左押しさん300グレーとか。あ、そうそう、グレー黒ベージュやった気がする。グレーにしてみたら、なんかその下地じゃなかったらあったけど、うん、マスカラやったら。でもさ多分マスカラと下地ちょっと違うよ。うん、グレーにしてみたらいいんじゃない。うん、確かに黒だと強すぎるじゃん。どうなんやろね。でも結局何がいいんやろね。私はもうでもエテセのこの下地はめっちゃいい。うん、めちゃめちゃいい。今は下地を塗ったからマスカラを塗ってます。私は下地を塗ってすぐマスカラを塗る派です。これは昔後藤ひなのに教えてもらった頃使い始めました。なんかこれも5期生で流行ったよね。うん、昔はひなかりのが持ってるのを使ってた。わかる。メイク知識ゼロすぎて抱き枕さん100回目の方もありがとうございます。マコリンさん100回目の方もありがとうございます。イタリオシさん300回目の方もありがとうございます。そして私はマスカラが乾かないうちにハートビューラーではなくペンセット、ペンセットでまつげをちょっとまとめます。まとめじゅう、まとめじゅうならぬまとまつげ、まとまつげ。でもこう私は細かい作業が苦手なのでこれはちょっと疲れます。体力が消耗します。だっせお前だっせ、そんなので体力消耗すんだけど、ね、だっせ。細かい作業が苦手なんだ。まあ私は息を吸うだけで疲れるけど、ね、一番ダサいよねかい。さあ見よ、このちょっとだけ上がったまつげを、うん、まだ完全ではない。さあどうだ、目がパッチリした。そう、まつげだけでマジ変わるから。そう、まつげって世界が変わるんですよ。ほんとみんなマジまつげやるべき、うん、まつげと上げれば上げるだけいいから、うん、女の子特にまつげと、なんだろう、リップとチークと涙袋さえあればね、うん、いいよ。でもさ、一重の人のさちょっとさ、うん、下がり気味のまつげのさ、長い下がり気味のまつげで横から見たのってめっちゃ綺麗じゃないですか。てかまつげ長い人って勝ってる。いや、やっぱ山川選手まつげ長いから優勝してる。なんでとりあえずいいかなと思って。え、なんでさ、そのまぶたにさ色つけるだけでこんな目が大きく見えるんやろね。不思議よね。見えるかな。こっちのまだマスカラしてない。こっちマスカラした。あ、えらい、メイク配信っぽい。もうね、もう本当に時間がないときはまつげ上げてチーク塗ってリップ塗ってちょっと自分が隠したいとこコンシーラーして涙袋かけば、あのだいたい、あと眉毛かけば、もう基本ちょっと社長なりとは人前に出れるよ。時間やっぱ、うん、私たちの仕事上は出れないけど、なんかお仕事とか、なんだろう、そういうお外出るとか全然できると。マスカラはあれ、ヒロインメイク。私はミルクタッチ。ヒロインメイク昔使ってたの。ヒゲジーしんちゃん先生、3週目のごめん、ありがとうございます。わかんない、でもあんま変わんないんだよね、基本的にメイク道具って。一回もう固定になったらずっと固定。一回そう、なんか自分でうわこれが定番だと思ったらしばらく変わらない。わかる。だから最近化粧道具そんな変わってないかな。もう今新しく欲しいものあるから買うか悩んでる。いつも転がしてあいくつが出るかより、まずケイトさん最初にもありがとう。あ、うん、強
たいと思ってビビってんのそこはね後悔するなぁ愛をなんだよじゃあからん何だっけ歌ってないの自分の歌いじゃないとこって歌詞忘れるよね、うん、雰囲気で覚えちゃって今さこの世界がをさこの前ボイトレで歌ったわけよ、うん、そしたらさその最初のさこんな勇気だじゃんこんちゃんのやつどうやってしまったのだろうまでわかるんですよ、うん、そのあとさ、色の道をってなんとか色って言ってんの、うんうん、私にはずっと黄色か黄色だと思ってたの、うん、そしたら銀色の道だった歌詞ちゃんと見たらさあこれ銀色なんだみたいななんか耳で聞くのとやっぱさ、うん、歌詞見ると全然なんか違う時あるよねそう勝利先生の空耳集マジで面白い面白いよねなんだっけ未来は現実少し苦い人生そうだもんさなんか言ってた、ね、少し苦しいって言ってなかった苦しい苦しいあれリナ好きあの曲うん、ダンスちょっとなんか難しいというか紛らわしいというかちょっとなんか、まね、惑わされるけど、うん、でも好きいい歌じゃない、うん、いいおり次は誰かなインスタントコーヒー入れてくれたでエツカリナとヨリレーセンダブルセンターしようなここてんで、うん、でここしよう。あそこできねえ。難しいよねあれ。まつげ集中すると本当喋んなくなる。なんか歌っててあげるから大丈夫。よろしく。海が見えるレストランから駐車場までのボードを。どうでもいい明日の天気予想したりして好きなことは分かってもお互いに言い出せずにそう今日もぎこちなく帰ろうとしてたらあなたが動いた効果音入れてくるのやめてこっそり入れてこんでおもろいやんまさみやさん雨ありがとうございますダーリンダーリンちょっと待ってなんだっけ恋の準備ができてないダーリンダーリンちょっと待ってあとちょっと歩きましょうダーリン上まつげは基本的に終わったのであとはホットビューラーで仕上げをするだけ見てみバッチリ二人の手もでもいいね手もでもしようねでも二人のユニットってあんまないもんねない最初と違うなうるさいわそりゃそうなんやそりゃそうそのためにしてるんだから努力の結晶って言いなさいその時そのためにしてるんだから変わらなかったらしてる意味がないわプンプンおこ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 でもリナすっぴんやとリンリンに高校生間違われるからえぇ、ー、めっちゃ初期の頃言われた皆さん高校生がどう思ってましたいやいいこと言うねあの子うん今後一生可愛がっていこうと思ういや若いってことやそうよすっぴん若いってことやね、うん、いいことよおぉ N E W O N E W おにゅーここのダンスが好きてててててたた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 すみさんずっと好きでありがとうございますかわいいありがとうございますトゥントゥントゥ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 あれ忙しい。え、なんか可愛い曲だからなんかもっと簡単かと思ったらバリ動いてる。もっと振り振りでひながめっちゃキャーって言ってるぞと、ね。
その振り入れがおニューの後に何度も狙いがあったからさ、うん、最後ら辺のおニュー見てたの。そしたらひねが、うん、キャーキャーって言いながらレッスン上ブロブロしてあれってずっと叫んどる、うんうん、おニューのさあれなコール聞きたい早く。あどんな感じ。あーあーエヌエヌ返しがでかいなおニュー返しがでかい。あとあれじゃない、ヘイ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 、またスタッチも忙しい鬼忙しいよ。え、でもありそうじゃない、なんかありがちなコールってこんな感じじゃない。でもなんかコールって忙しいよね。忙しい、みんな頑張って今日も。でも今日はハンちゃんを主に言いながら、まあ暇があったらたまに呼んでくれれば大丈夫です、うん、全然そんななんか全然無理しないでください。私の胸のその片隅に大きくなった。ここもりの分からんかったの歌詞。あれジェラシーって言ってる、ジェラシーは醜くて。あれなさ、なんかで、なんかでなんたらでがつく言葉なのかなと思ってたけど、もう全然思いつかなくてジェラシーだった。ジェラシーは出た、懐かしい。口から吐き出してしまうこと、うん、あなたに続けてしまった。初めてのけん、ここはできる私冷戦それでも2番食べててくれる初めての喧嘩はできる。あとはちょっと私悩む、仲直りってどうすればいいの。合ってるかな、私苦気が上がらない。あ、これも言うんかな、わからない。いや、それは言わんやろごめんね、おニューの奪わきが。あれ体感ないと無理じゃない、うん、あれ絶対こけると思う、やったら最後片足上げとかないよそうそうそう、あそこは言わんって言われたごめんなさい言うかと思った。そう、おニューめっちゃ忙しいよ。あ、なんかここの毛茶色いぞ、見て、ほらここの毛茶色くないの。もうほんとだ。え、なんで色が抜けた。え、ブリーチしたここだけ寝てる間に特集。あなたの靴が汚れてだから洗っても落ちない、シミがあるなら。やばい、右まつげが調子悪い、終わった、最悪だ。みんながやってあげようか。本当に調子悪いって大嫌いになる、まつげのこと。みんながやってあげようか。やだ、ホットビューラー使う。ホットビューラー持ってる。持ってるのかい、持ってるのかい。本当に本当に気持ちはどうしてそっちに行くんだい。どっちなんだい。なんだっけ、パワー調子がいいのかい悪いのかい、どっちなんだい。わーるーいパワー。ちょっとごめん、今いやそんな今余裕ない一人で楽しむ、森のほとんど終わったから。あとは歯磨きをした後。マジでメイク早い、早いよね、リナ、うん、多分ちゃんとしてないんだと思うあんまり。いやでもそれでも可愛いって。涙袋とか描かないもんせん、描いたらクマになっちゃうからどれで描いてる、これ。うん、それこれアイライナーじゃなくて。うん、じゃあちょっと影描いてみようかいな。うん、よし、ホットビューラーに電源を入れて。みくりん、はなちゃんにりなちゃん欲しいって言ったら、ああ好きそうだよねってみくりんに言われたね。どういうイメージ、どっちに対してどういうイメージあ、ソーリー、やっほー、やっほー、ミヤベームが来た。ミヤベーム、なんだこの呼び方。ミヤベーム来たけど、もうほぼ着替えてるから映れねえわもうほぼってか着替えとる、うん、偉いね、早くね。え、服だけ止めてくれ、やだ、エッチ、どこのどこのどこの、いいよ。え、でもって隠れちゃった。え、そんなことある。あ、やべ何があった、あんたの方は。うん、10年がないって叫ばれてる。あ、マジありそうじゃね、ありそうだよね。充電器あるね、これ。ある、え、借りたいです。あ、なんかあると思う、先っぽがない。あ、あるあるある、ほふい、それでいい
だよな、バカ野郎、上の服脱がんと無理だわ、それは。やばい、頑張れ頑張れ、延長コード後ろから行く。あ、後ろから行かない方がよかった。大丈夫そうなんだ。こうなの、私の体の周りで。でもこれ多分上に上げないと。そっか、そうだから、とりあえず一旦つけて、はい、つけて、ありがとう。これをこう後ろに回そう。そしたら多分これが引っかかって落ちない。感謝、オッケー、感謝、でっかい感謝、でっかい感謝。何、ここまでコンシーラー来てるよ、ほっぺまで。ここの線はわかるけどさ、ここまであるよ。マジで開演1時間前、全然余裕だね。今まだ1時間か、意外といけるわ。え、でもそろそろ、そろそろ前髪しに行かなきゃ。本当？そんなかかる？ごとひなのじゃん。そんなかかんないけどさ、まだメイクも終わってないし。どう、涙袋いい感じ。うん、普段と変わんないですね。でもまあ確かにあんまそんなしっかり入れてないっしょ。入れてないっていうか、その影みたいなのを書いてみた今、まあ、作るやつで、うん、作れるよって書いてたから。私作んないってないからさ。ニコってそれ出てくるよ。そうそう、やってみ。ニコってしないと出てこないから。ニコってしたらブクってなるから、これありがたいね。でもニコってしなくてもあってほしいので。わかる、書きます。この膨らみだけで違うもんね。うん、涙袋を爆誕させます。そうだ、昨日さ、うん、マジで眠れんすぎて夜、うん、あの朝ね、7時に起きたかったのなんだけど、2時半、2時後半とかになっても寝れなくて、うん、でそれでみんなが悩んだ結果、うん、試してみたのは、うん、催眠術の人が喋りながら寝るっていう動画なんだけど、うん、ずっとなんか、では体の力を全て抜いてください、はい、で抜くやん、うん、そういう時に限って体が痒いよ、うん、最悪。そうで、あなたは今雲の上にいます、ふわふわの雲です、うん、そんな、そこまで言ってくれるんや。私が今から 3,2,1 と数えると、あなたは雲からゆっくり落ちて、怖くね、ふわふわと浮きます。怖くね。大丈夫、怖くはありません。怖いよ。あなたはふわふわと浮いていますみたいな、うん、そういうの寝た。寝たんだ。寝たの。それが寝たのよ。でもめっちゃ首とか痒くなってた途中で、うん、どうしようみたいな、でも力を抜いてくださいって言われてるもんな、うん、でもどうしようと思ってめっちゃ書いて寝た。え、め寝た、マジで寝たんよ。え、すごい。意外と寝れるの。ちょっとやってみて、みんなね、寝れる動画って調べたら。でもその動画何が欠点かっていうと、うん、始まる時のオープニングとかさ、よく YouTuber の人って動画あるじゃん、うん、ちょっとしたあれが爆音だな。寝かせようとしないで。あれが爆音なんだけど、でもコメント欄見たら書いてた、みんな、うん、めっちゃ寝れるからこの動画大好きだけど、最初のオープニングが爆音すぎて目が覚めるので、うん、それなしの動画作ってくださいみたいな、うん、結構書かれてて。え、でもマジで寝れるよ、本当に。え、寝れるんだ。寝れるんよ。私もなんかさ、たまにさ、足ムズムズすることない、うん、わ、それリナのママがなってる、手足ムズムズ病。あれ、そう、調べたら病気なんやって。手足ムズムズ症候群みたいなやつやろ、うん、なんかそう、病気名がちゃんとあるやつで、うん、なんかめっちゃ寝てたら足がね、なんかじっとしてらんなくなる。わかる、あれでしょ、血管の中はなんか虫が張ってるみたいな、ムズムズ、うん、なんかうわーってなるの。だから足を動かさないと、なんか生きていけないぐらい。でも動かしても気持ち悪いよね。動かしても気持ち悪いっていうのが。でも書いても違うんよね。そう、書くわけじゃなくて、足をもうとにかくバタバタさせてないと落ち着かないぐらいの。それが昨日の私は土深夜に来て、うわーそう、うわーと思って、イラ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 して。いや、マジであれは気持ち悪いよね。今もたまになる。そう、なんか寝るとき足ムズムズするって調べたら病名出てくるから。手足ムズムズ病って出てくる。手足ムズムズ症候群。そうそう。でもなんか薬とかもなんか微妙じゃない、うん、なんかめっちゃいい薬なのかどうかちょっとよくわからんけど、私はそれによく悩まされる。でも今最近ないかも、一時期やばかったんや、もうずっとムズムズして。本当にあれ結構睡眠の質を悪くする、ね、そう、見なその動画、うん、でも気
持ち悪いと思うけど足は。そう、足どうにかしたいんだよね。それなるとどうなの。いや、なんか別にだからといってなんかめっちゃ体の中に病気があるとかそういうわけではなく、シンプルにムズムズしすぎて寝れないっていう。そう、ムズムズして足を動かしてないと耐えられないの。そう、マジで気持ち悪い、うん、あれは。じっともしてられないし、でも足バタバタしたところで何も変わんないの正直。そうそう、バタバタしてる時だけちょっと気がマシみたいな。あ、そう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 、っていうね、ちょっと厄介です。謎にお腹かゆかったの。え、昨日さ、お風呂入ったの、うん、その後びっくりして、マジお腹クマに引っかかれたんかっていうぐらい、今なくなったんだけど、うん、お腹クマに引っかかれたんかっていうぐらいさ、爪の跡ギッタギタについてて、寝ながら書いてたって。いや違う違う、配信中にお腹かゆすぎて、配信中に無心で書いてた。お腹かゆいんだけど、マジで高さんマジでリナ、クマと遭遇したぐらいお腹がめっちゃギタギタになってたびっくりして、お風呂入るとき脱ぐじゃない、うんうん、えギタギタなんだけどみたいなマジでちょっとびっくりしちゃった自分でも。見せて、今ない。しかも今日の公演衣装、私お腹出ないでーす、ドンディンディした。いいよ、皆さんの大好きな私のお腹は見えないです。まあ私はどんどん見せていきたい派なんですけどね。でもバタバタしても痒いわけじゃないの、痒くないの、ムズムズするの足が、ね、何なんだろうね、うん、あれ本当に嫌だ、本当にね、あれはね、だいぶね、この世で一番イライラするランキングぐらいでイライラする。そうだね、みんな今からさ、ジュースを買いに行ってきていいかい。うん、いいよ。ちょっとじゃあ配信お願いしてもいい。うん、いいよ。ちょっとじゃあ待ってて、両方つっとく、うん、よろしく。ちょっと頼んだよ。イエーイ。私はあと何しないといけないんだろう。ああ、そう、まだ終わってないよ全然ね。あ、変な顔がどっちにも映っちゃう。まあ許してちょんまげ。ね、私は時間がなくなってきてるので頑張るぞーっと。早くない？あ、みやびだった。びっくりした。おかえり。そうね、公演はバッチリメイクですね。そうです、照明さんがね、照明を当ててくださるので、それに負けないようにキラキラさせます。でも公演もバッチリだけど、会場のコンサートとか会場が広くなればなるほど、もうちょっとバッチリになるかもねっていうところ。まあなんか目になんか入りそうで入ってない。何買ってくると思う？え、あのあれだと思う、 CC レモンだと思う。まだですよ、まだ出来上がりじゃないです。絶対に CC レモンだと思います。ね、多分買いに行く自販機にオロナミン C はないから、 CC レモンだと思う。いつも行く自販機に行ってたらオロナミン C は、いや当たると思うよ。むしろオロナミン C 以外、俺、あ、オロナミン C がデカビタだけど、でも基本的にいつもオロナミン C を飲んでる。なんかね、夏場はなんか美味しいボスのなんかレモンのジュースがあったんだけど、なんか夏じゃなくなったからか、そう、最近冬になってからそれがなくなったんですよ。そう、美味しかったの、とっても。また夏になったら置いてくれないかな。あ、私はいつもそこの自販機で優しい麦茶を買います。じゃんじゃん。何そこ、そんな自販機。そうよ、やば、外れたんだけど、どうしよう。オロナミン C だと思ったらいつもと違う自販機に走ってました。オロナミン C も飲んだ今日。オロナミン C じゃない、 CC レモンだ。 CC レモンかと思って、どこにあるの自販機。何がある他に。
いや他あんまない。他あんま変わらん。でもホット準備中やった。ええー。コーンスープとか。え、すごい。知らないその自販機。イエーイ。外れた。CC レモンだと思ってた。みんなのこと分かってないね。知らなかったもんその。その自販機の存在。みんなのこと分かってないじゃん。その自販機の存在知らなかった。あと鼻ほじるね。え？よりの。それちょっと罰ゲームだけどいいの。私とよりリナチの罰ゲームだけどいいの？いいよ、ユリの鼻口調ぐらいなら、みんなの爪に挟まろうと。よくないよ。よかろう。絶対よくないよ。公演中投げよう。炭酸なのはね、そう、絶対正解できるんですよ。いや炭酸やろ。うん。炭酸映画を買うことはね、あんまりない。推しドリンク。あれ、みんな推しドリンクをいっぱい飲んでくれ。確かに、推しドリンク。そろそろ推しドリンクの季節じゃない？確かに。暖かくない。確かに。ユリどんなんだっけ？私はなんかレモン、グレープフルーツ、キウイ、ソーダみたいな。うん、そう。ザ・夏って感じ。みんな寒くても飲め。私の愛情を込めて考えた。今日暖かいからね。確かに。最近暖かいよね。うん、でもなんか来週からまた冷える。昨日さ、ちょっとお家出たんやけどさ、うん、暖かくてコートで手に持ったの。そう、私今日コート着て着なかった。マジ？うん。でもそれはさ、夜寒かったらどうしようとか思ってさ、一応持ってきちゃったよね。夜寒くても関係ないと思ってきてこなかった。え、そんなの関係ねえ。うん。おかしこおかしこ。ちょっと違くね。なんだっけ。おかしこじゃないっけ。うん、はい、おっぱっぴーで。あ、そうじゃん。おかしこじゃない。え、ゆってぃさん。ちっちゃいことは検索。ああ。ゆってぃね、今日、悪いことがあったんだ。知らない？聞いたこと。強烈。お会いしてみたいな。どこ行った？どこ行ったラーメン？うわ、どっかにラーメンが飛んでいっちゃった。そんなことある？おしまい。あとおしまいじゃないけど。みんなに見せられるのはここまで。あと今からメスを入れてくるよ。結構短時間で行きますね。大改造。よし、よし。あら、いいよ、引くよ。みんなウィンクができん、見て。私もウィンクできん。なんか片方潰れるくない、うん、なんでさ、ひじりとかあんな綺麗にウィンクできるかわからんよね。うまいもん、本当に。羨ましい。練習してんだよ。違う、あれはもう天才だ。才能、才能。ウィンクって練習してそんなできるもんでもそんなないぞ多分。え、できるんかな。だからでもなんか全然唇乾燥してない。さっきマキシマイザーというもの寝たからね。一瞬満ちやさいかな。ちょっと後でもう一回しよう。ちょっとアイラインうまくいかなかったから後でちゃんとします。よし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 。おにぎり全然食べれてないんだけど。お腹が空いちゃう。公演中。うまい。うまうまうま。うん、久しぶりに飲んだけど。うま。うん、後であげるね。大丈夫。炭酸好き。大好き。うんうん、おいしい。君はフフ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 ためらう雑穀米です。ここでやらずにいつやるつもりだ。もういいから持ってきた。バクトラさん好き、ありがとうございます。なんか最近カラオケにめっちゃ行きたい。歌いたくて、うんうん、公演の曲を一人で歌いたいの。うんうんうん。公演の曲一人で歌うのだいぶきついけどね。なんか一人で歌いたくなっちゃう。ここてんとか全部歌いたい。カトリはちょっときついでも。うん、き
きついきついきついあれは。DJ かけて恋のリクエストお願いに。きつい。きつい。イエー。モンパパ好きありがとうございます。あ。前髪の癖を取るために前髪の癖がある子だけ取るよ。甘い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 一年で一番の贅沢でも行っちゃいましょうよ。ちょっと歌詞わからない。君はもっとできるわ、公園でやる君はもっとできるわ、うん、あのポジションがバラバラです。そういろいろあるよね、うん、なんかそこに他の人が入ると自分が移動しなきゃいけないとか、その日にいるメンバーによるみたいな感じね、自分がどこやるか大変だよね。うん、だからまあ B さんと B さんめっちゃやったよね。B さんいろんなとこやったもん、うん、B さん5、6時できるようになったもん。最初やったら固定だとか思ったら全然違うね、うん、めっちゃいっぱいいろんなとこやった。これはお昼ご飯になりますね。朝ごはん兼昼ご飯です。青空が違うって曲知ってる？知らないか、聞いてみて。めっちゃいい曲、うん、あの欅坂さんの時の歌。え、聞いたことあるかも。題名とね、久しぶりの、うん、聞いたことある。あれよくない？めっちゃ嬉しい。ライブでめっちゃ盛り上がってた。なってしまった遠くで暮らさなきゃいけないほど夢は飛んだ何で咲く。うん、ブランチだね。お昼ってブランチっていうの？うん、朝と昼と兼用がブランチ。あ、だから王様のブランチってそういうこと？うん、そういうこと？わかんない。王様って朝と昼一緒なのかな、うん、素朴な疑問。王様なんやけん両方食いなよ。確かに全部食え。私の一番可愛いところに気づいてる。そんな君が一番すごいすごいよ、すごすぎる。そして君が知ってる私が一番可愛いの、私もそれに気づいた。あれ意外と A メロ B メロ歌えづらいんだよ、ね、うん、なんかね最初どそこそないだっけ忘れちゃったけど、なんか乗りにくなんかわかんない、難しいよね。生まれて30秒、うん、最初に聞いた言葉は当たり前ってそれは覚えてないけど嬉しかったはず。今でも大体のことは変わってないっていうか、そりゃ中身は変わっていますので、その辺でも評価お願い。携帯のアンテナを光らせて、それが超キュートなあの子って知っていたりっていうか、アンテナって何って言ってるよな。私に付き合ってくれるの好き、国でも私のどこが好き。ねえねえねえ、私の一番可愛いところに気づいてる。いいな、リナもそれ誰が言ってみたいな。私のどこが好き、ねえねえねえ。怖い怖い。夜も多分配信します。私はしません。なんごめんなさい、昨日3時間ぶっ続けてやったんで。すごい。言いながら野球。あれ気づいちゃいましたか？うん、食べれた。ごちそうさまでした。毎日何十秒褒められまくったお菓子は他よりちょっと甘くなるって前に聞いたような。さすがにそれなんか変だけど、私は言われたいタイプでして、もっと分かりやすくていいんだよ。お待ちしてます、お願い。何してもどんな顔見せてても、それが超ギュートだって確信して、さあ仕上がったタイプの運命の人なの、付き合ったりは無理、ごめん、逆にでもそれより楽しいよ。口に入った。溺れちゃう。なるちゃんに何か言いたいことありますか？そうじゃ、なるさんの生誕入るんでしょ。ムカつく。今からなの。かぶってんの。どんかぶりだ。メイクはまあ、あちょっと残ってる。いやでもこっちの方が先に決まったから、こっちの公演が先に決まったから、AKB さんが悪い。公演決めた人が悪い。だってリナはこの日に公演決まってたのに。決まってたのに。なるさん大好き。本当は行く予定でしたって言っといて、公演なかったら行く予定でした絶対にって言っといてください。
本当にマジで行く予定でした、ガチでって言っといてください。今から向かうの、ムカつく。秋葉も福岡も関西だよ。さあよし。でもやっぱハン、でもハンちゃんリナがいないとやっぱ悲しいと思うから。あれ急になんかすごい自信満々だ。でもハンちゃんリナのこと多分好きだと思うから。どうしよう、好きじゃなかったら。すごい自信だ。二人とも可愛くて困る。あざとくて何が悪いの。のじゃあ終わります。終わります。ランキング読みますね。13位てっちゃんさん、ありがとうございます。やりときりきりまいさん、ありがとうございます。11位ただの魚さん、ありがとうございます。石のくさん、ありがとうございます。9位西風さん、ありがとうございます。8位翔さん、ありがとうございます。あ、変わった、嘘じゃん、今のタイミングかい。タイミング悪う。13位岩野さん、ありがとうございます。12位ゆいちさん、ありがとうございます。11位ななみんちゃん、ありがとうございます。10位ゴルゴ、13歳、ありがとうございます。9位和田さん、ありがとうございます。8位カントさん、ありがとうございます。7位スバルさん、ありがとうございます。6位グリボンさん、6位ベジータさん、ありがとうございます。5位パウチさん、ありがとうございます。4位ドマさん、ありがとうございます。3位パパさん、ありがとうございます。1位スミさん、ありがとうございます。2位S1983さん、ありがとうございます。1位ケイトさん、ありがとうございます。頑張ってくっぜ、一丁やってくか。ありがとうございました。ではでは DMM で見てくださる方は高さん、いつも楽しみましょう。一緒にスヤ君ファイト、ありがとう。バイバーン。さん、雨ありがとう。 DMM ではちゃんともっと完成した姿が見れることでしょう。じゃあね、公演頑張ってきますね。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。